空晴れ渡るさんは海外からの転校生だ。外国生活が長いので不慣れなこともあると思うが、そこはみんなでサポートしてほしい。じゃあ席は虹ヶ丘さんの隣で。はい。こんな大勢の前で挨拶するのは初めてで緊張しました。変なこと言ってませんでしたか？うん、きっとみんなともすぐ友達になれるよ。友達に？マシロンと一緒に住んでるんだ。いいな、楽しそう。あ、はい、すごく楽しいです。なんて国から来たの？はい、スカイランドです。え？それってどこ？別の世界です。ソラちゃん、間違えました。今のは忘れてください。マシロさん、私ついうっかりスカイランドのことを。ごめん、すごくさらっと言っちゃってたからフォローできなかった。私が住んでいたのはスカイランドではなく、確か虹ヶ丘さんのおばあさんの話ではスカンジナビア半島の方の国だと。そうなんです。はい、確かそのスカイランジナビアの方の国です。発音が本場っぽい。他の言葉も言って。みんなもうそれ以上は。ほらほら、一気に質問しすぎだ。ハレワタールさんが困ってるぞ。あ、はい、あまり質問されるとついスカイじゃなくて困ってしまいます。そっか、ごめんごめん。もしかして恥ずかしがり屋なのかな。うん、ソラちゃんは？そうです、私はもうめちゃくちゃ恥ずかしがり屋です。